加藤ちゃん。リモート防衛計画。リモート防衛計画の羊狩りです。よろしくお願いします。お願いします。はい、リモート防衛計画の坊主を申します。よろしくね。はい、ありがとうございます。タルタルソースと申します。お願いします。振り返してたー。歌が、歌がどうですか。そしてリモート防衛計画の東堂やで、東堂です。じゃあ右行きまして、最強ドラゴンのチームの形ご紹介お願いします。はい、大阪からやってきました最強ドラゴンの、ライトン級です。今日はヤバい人たちを連れてきました。よろしくお願いします。はじめまして最強ドラゴンの脳髄筋肉と申します。今日はよろしくお願いします。最強ドラゴンの足立紗彩です。いきますよ、せーの、右、左、右、左、最強、よろしくお願いします。おじゃんさん。はい、アッキーナと申します。お願いします。最強ドラゴンの、水山です。水山あさみです。よろしくお願いします。では、1問目の問目、多重人物の日本語防衛計画の宇田川殿の羊狩り東堂、最強ドラゴンアッキーナライトン級。有名なまあ一番だと思いますけど、よく知らない。はい、スタートです。大島由美子のそれでバスリング。はい、いきますね。ライトン級さん、高見な半端ねえから。はい、宇津島さん、高見ながいるから AKB。 私らね、そうね。宇田川さん、高見な性欲溜まってるから男の写真見せんじゃねえぞ。あんまでかい声で言うな。アイドルです。はい、参ります。高見が今右目と左目で人格違えから左右に立つなよ。やってけ、人間もやってけとかそいつ。生きていけないぞ。羊ヶ谷さん、高見だがおかしくなったから卒業します。ホワイトギューさん、高見だ、さなぎかな、超ええ。
します。アキラさん。高見菜は今、秋元康のことを爆弾だと思っているから、水を飲ませろ。体調をちゃんと分かってる。行きます。東堂さん。高見菜の新しいやつ来たから挨拶しろよ。ライトオンQさん。高見菜、明日から施設入りが決まった。キーナさん。高見菜はうちらのことを使い捨てだと思っているから高見菜の手足となれ。めっちゃ手伝う宗教になるけどな。菅さん。高見菜秋元だから高秋源。どういうこと。どういうこと。笑いじゃなくてざわっとしたの。怖かったです。人間わかんないこと怖すね。残り1分30秒。丸々から丸々ですね。たまとめセリフはまあ有名だと思いますけどね。はい、宇田川道子さん。高見菜すかの趣味のところを楽しめと。うっからふざけんじゃねえと怖い。どこまで切り替わったんすか。なんでこれカナが切られた。カナが同じこういうところで繋がってるチームの可能性があります。伝播するように来ましたけどね。さあ、はい、残り30秒ちょっと。さあ1戦目ですね。はい、宇田川道子さん。たけみが具合悪いから具合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 。前半普通だったけど。残り15秒。はい、ライトキューさんいきましょう。ボクボクボク。はぁ、高見菜、秋元先生の頭から足まで。そっちもやばいな。食った。はい、東堂さん。高見菜の中にも大島優子がいるけど、私はそれも受け入れてるから。秋菜さん、質疑がさんっていうのを覚えておす。はい、秋菜さんですか。高見菜、今おとなしい人格だから今のうちに蹴っとけ。今のうちやるんだ。羊狩りさん。高見菜5人いるから AKB52。 誤差みたいな。4増えてるからね。はい、残り1投ずつです。はい、はい、相談して。みんなかけてそうですね。あと30秒。はい、上がりましたので、キーナさん。高見菜は今北上してるから傘を忘れずに。常に動き続けてる。はい、宇田川のどうぞ。高見菜、今気前のいいラーメン屋モードだから全部のせい頼んでくる。リモートボイ計画今からです。カレーを受ける。開発した。
2時間の昼寝。疲れるからやめてね。王さん、あの一郎の準備運動でこういうのあるんですけど、これでスケートをしている。非効率だって。止まってる子なので。誰の何を見てね。ライトキーさん。おお、参考になるな。おお、やってみよう。アパフリ。なんでドキュメンタリー流してるの。そこのカットする。きます。ノーゼキンニクさん。天井から吊るされた大根をおじいちゃんの日本刀で切っている。ドキュメンタリー見たら。まあ、そうさ。スポーツ院年間契約。いいけど続ければいいけど。いいけど、いいけど、全然いいけど。続かないと思うんだけど。はい、いきます。あなたさん。今日はあえてたくさん食べてるんですという発言のあえての意味がわからなかったので、毎日たくさん食べている。タルタルソースさん。朝からしっかりフルーツ。ノーズキニさん。国間戦争に行って手榴弾を投げた。そういう体験が強くしたのか。戦時時代、戦時中の残り2分。今やったとってさあ、バトが下と5度、まあ、小山君だとちょっと可愛げがあるのにバカに。いきます。王さん。ほぼ行きかけましたと言って風俗店で行かずにいたのです。勝手にソースしてるだけですよ。満足。はい、タルタルソースさん。友達と一緒に iPhone でドキュメンタリー撮ってみる。ドキュメンタリー番組時代の方に。本当にそのままやっちゃうんだろ。はい、アナツさん。家族との触れ合いの時間も大切なんですという発言を聞いて、自分は家族を大事にしているのでスポーツ選手だと思っている。アンチョコリンコール。ライトゲーさん。うわぁ、メジャーリーガーかっこいい。うわ、クリスチャン・ロナウドかっけ、両方やるぜ。ガムを噛みながらサッカーをして窒息死する。窒息死って合わせちゃダービー賞みたいな。タルタルソース。小さな努力。そういうのがしてこそうなんだよ。次にやってる人が。お前がやったとか。ノーゼキリさん。藤川球児、右足ちゃうかなっていう適当を見て、やっぱり右足なんだ。それに比べて左足きたな。ってなんだよ、確率だったの。王さん。大阪直美さんを見てインスタにお母さんが中指を立てているツーショットを上げている。あ、ありましたっけ、お姉さんが中指立ってるやつが。だんだんそうです。なんか手首に重りつけて授業。ライトオキューさん言って残り通すです。はい、じゃあライトオキューさん。長島茂雄さん、すげえ。セコムに入った。CM たまたま流れてた。はい、では1分間のうちにどう決めてください。まあ、というかスポーツ選手って早期しないといけないんで、まあ、考え欲しいかなと思いますけどね。知識もあったりと。そう、で決まったんですが、はい、おさふなきーふなきーと連呼しながら犬を撫でていく。いきます。野崎肉さん。長島茂雄さん、すげえ。子供を球場に置いて帰った。朝あったな、そこまで言われんだ。はい、じゃあ聞いていきます。リモートボーイ計画。リモートボーイ計画。3本目。はい、3本目いきます。あなたの地元
本当に古くから伝わる怪異、白蛇様がアニメ化されたらしいですね。見た感想をお願いします。はぁ、はい、お羊狩り対、うん、脳髄筋肉水山。おぉ、2対2です、まあもうなくはなさそうなね、空気ありますけどね、そういう空気ね。はい、妖怪とかガスターで妖怪とかそういう系のタグとか、物けとか、なんか本当にあんまり見たことないタイプのお題なんですね。なんかそんなになんか変なこと思ってないと思いますね。白指がきます。水山だ。上坂すみれの良さ全部出てた。はい、はい、育成ですね。あるかもしれないけどね。羊狩さん、お腹のところがエッチすぎて一人オロチをしました。まず筋肉さん、あーもう全然違う、白蛇様って池じゃなくて隣の井戸なんだよな。いいけどさ、王さん、のう皇帝よ、そのハムゾウとやらは狂うて良いものか。そんなアニメだね。かなり現代の話だったな。ハムスター行こうとしてたな。よいしょ、水山さん。アニメが原作に追いついて、あの原作にない色の蛇が出てきた。はい、これいつ来るか。はい、来るってそんなに次出てこないですよ。ずっとそうです。原作まで追いつくってなりますけどね。次出し次出しやったんですかね。1分30秒経過。はい、羊狩さん。僕、蛇大っ嫌いなんですけど、どうしてもめちゃめちゃいいアニメだったんで、聖地巡礼がしたくて、目をつむってスネークセンター行きました。スネークセンター、聖地はあなたが住んでるところですよ。慣れようみたいなこと。王さん、コンクールに放送されたアニメなのに、うん、白蛇山にある等身大パネルがもう腐食している。一回経過がポシャってるし。いきます、水山さん。信じヘビーロメ。信じって言った時点でまさかとは思ったの。はい、いきます、野瀬筋肉さん。なんか町おこしでなんかお父さんとかおじいちゃんもなんかアニメ見てて、うん、じいちゃんが NHK 以外見るの何年ぶりだろうって。そんな達成が違うだろうね。いいですね。残り1分。ありそうだな。時間帯にもよるけどね。感想。さあ、水川さん、これで町おこししようと思って、蛇の卵を模したおもちゃに左側から卵が走ってきてぶつかって卵が動くっていう、なんか理科の実験みたいなのを考えました。考えました。王さん、この収録中に山寺宏一さんが首に蛇を巻いて死んだらしい。絶対アニメ化しちゃダメだったじゃねえか、これ。いきます、水山さん。蛇と蛇をつなぐ大切蛇、蛇は蛇三昧。そうだな、そうだな。はい、残り1分ずつです。こちらで、途中はよ、シジガミ様だったんですよ。これは、大丈夫ですかね。じゃあ、残り1分で、はい、じゃあ、野崎さん。なんか、うちの蔵から古文書を使って、なんか、新たな資料を使って、うん、2期いけるって思いました。めちゃくちゃ盛り上がりますね。
身元ご意見格好は持っていけますか。はい、じゃあ杉田さん。あの寝てる可愛らしい白蛇様を映し続けるっていう白蛇様冬眠っていうのこのアニメはね、スピンオフの多分シリアじゃないですね。はい、じゃあ判定いきましょう。はい、いきます。リモートも一気に高い方でまた最強だもんね。4本目のお題はこちら。トチオ全ての商品の値段を3倍にした。タルタルソース宇田川ドドド東堂対水山アッキーナ足立祭。さあ、これ切れるかなのかといったところでしょう。3倍、そうか、安いが売りですから。そもそもしかしスタートです。だいぶ上げましたね。結構なこと納得できないですけどね、3倍にされたらね、納得できないですけど、どうなんでしょうか。はい、メディアさん。ゴールドニコルのおすすめ。そこがブレードアップしたの。はい、アッキーナさん。オタクたちが開かないドアを叩いてる。客の層が上がりました。タルタルソースさん。本当はこれくらいが妥当でした。15円だから今一旦ガチみたいな。はい、宇田川さんどうぞ。スキアラジオ、TBS ラジオ深夜1時はその枠やります。全国放送するってこと。スキアラジオ、トドさん。私たち専門のコンシェルジュがあなたにぴったりの牛丼をお調べいたします。牛丼の窓口。さあ、ないですか。これ食えねえじゃないか。足立さん、足立さん。みこしに乗った3人のニコルンがボロボロ米をこぼしている。なんで硬くて汚いんだよ。タルタルソースさん。紅生姜が国産に。そんな行動しないでそれでもいいから。いきます。水山さん。どう、平沢進です。お前たちはまだ牛丼の本当の価値を知らない。ラーイラーライオラ牛丼三杯にも。めちゃくちゃでかいじゃんか、未体験ゾーン。今更新しい。どころさん。器を全部、鬼滅のやり取りしました。コラボやったら高かったですけど、なんか大根持ったやつ。トドさん。ゆっゆっどーん、ちげちげどーん、新旧カンパネラ揃い組み。はい、残り1つです。じゃあ、はい。じゃあ、その1個で。
手がなかったんで、大丈夫ですか、大丈夫です。はい、じゃあ宇田川さん。おーい、おらきとっぽの後ろから牛丼が出てきたんです。今答えが何だろう、説明も多分してなかったですね。ペンって俺ちょっと困るんだけど、おらきとっぽです。イントネーション訂正されました今。はい、では先ほどの方で1個聞いてください。はい、はい、見せます、見せます。あかー、牛丼くんの前、三昧になっちまったよ。なんだって、おっさんの、パートの派遣の安月給じゃ牛丼三昧なんて買えないよ。あ、牛丼食べたい、牛丼が食べたい。牛丼を自由に食べたいな。Thank you.